はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は幸運の皆様やっていこうと思います。ということで、ね、行ってみましょう。さあ、ごい。あー、電球。とりあえず、電球や石鹸ならね、取ってもいいかなというとこですね。まあこれも金魚にしてみますか。フクロウ、ガチョウ、花か。ちょっと花増やしてみますかね。蜂とか雨がちょっと欲しくなるなという感じ。これどうしようかな。どれもちょっと取りにくい気がするので、一旦スキップしてみるか。結構ね、序盤にスキップするの勇気がいるけど、いつもね、シンボル溢れがちなんだよね。あー、これ猿取れないとココナッツ取ってもって感じなんだけど、まあ猿が来ると信じてココナッツ取りましょう。あ、ケルナイト来たね。これはちょっと鉱石は取りやすくなるかなというとこですね。光る小石もどんとこいという体勢になる。いやー、一応ドワーフ取りますか。まず今欲しいのは猿かな。うん、電球取りましょう。ほい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 。ウサギの毛、まあ取ってみるか。ちょっとね、一応アンコモンだし、レアリティ上げてくれるからね。3本目花取ってみる。太陽欲しいな。太陽待ちですね。50支払って6スピン後に100。うわー、これほんと猿来てくれ。半分のココナッツ取るから。猿のオズワルド来る。本体本体。俺が今欲しいのは本体の方ですね。ケミカルも気になるが、ちょっと蜂取りましょう。花が多いから。おしおしおし、オッケーオッケー。で、パールを光らせながら電球退場。凍った化石か。まあ、取ってみてもいいかな。レアだし。まあ、ただ、今欲しいのは猿なんだよ。これはちょっとスキップしましょう。いや、猿猿猿猿。早く来てくれ、猿。ちょっと、これはスキップしましょう。サル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 。まあまあまあ、ハチは頑張ってる。ハチはめっちゃ頑張ってるけど、サルが欲しいんすよね。まあ、罰破壊ワンチャンで、破壊のまじない取りますか。さてさて、100支払って、6スピン後に150ですね。まあ、クマね、除去カプセルもあるのはいいけど、ちょっとサルが欲しいよな。まあ、とりあえず除去カプセル取りましょう。ジャックオランタン、割れた鏡か。これね、割れた鏡取って一旦無効にしとく作戦でいきましょう。ウサギ破壊、ウサギ破壊はまあどっちでもって感じだね。ケルナイトあるから鉱石取りますか。猿だよ猿。それより、まあ鉱石を破壊のまじないが壊してくれてもいいからね。まあドワーフの餌でワイン取りましょう。猿猿猿猿。猿が全然来ない。一応フグ取りますか。あーっと、破壊のまじないで、めちゃめちゃ働いてた蜂が壊されてしまった。虚空のクリーチャー取りましょう。オッケー、めちっと潰れていく。猛獣使いか。まあ、一応レア出し取っておきますか。動物もね、結構いるからね。金魚も動物扱いなんだよね。それより猿だって。オッケー、フグを撫で回す。鉱石は、破壊のまじないで壊れて、うわ、1コイン足んねえ、バカな。はい、ということで、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ちょっとね、猿が来てくんなかったね。猿、オズワルドもいるし、ココナッツもいっぱいあったのにっていうね、感じでしたが、今回はここまでにしようと思います。ありがとうございました。本体不在。